スムーズにいけたんじゃないかなと思います。世代別の代表でも一緒にプレーしている選手がいたと思うんですが、試合に帰ってみていかがでしたか。まあ、高校選抜の中に代表でやらせてもらった同年代の選手がいるということで、自分にとってもとても刺激的だったし、それで活躍して少しでも代表とかそれ以外でアピールできればいいなと思ったので良かったと思います。これからサッカー人生に向けて一つの目標をお願いします。この後のトップの試合も含めて自分がトップに上がることがまずは目標なので、そこに向けて頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。